はあ、映画ね、こんばんは。ハルケです。今回はフラッシュバック3マキシマムを使っていきたいなと思います。スキル5、逆足4の選手になります。で、SBC の価格としては5万コインぐらいで使うことができます。めちゃくちゃ安いです。めちゃくちゃ安くで作れます。で、注意点としては、これ期間1日しかないです。24時間しかないので、まあそこを把握をしておいてほしいなと、いうふうに思います。で、能力を見てみると、まあ全体の金の時からですね、グッと全体的に上がりました。でシュートに関しては決定力は低いですけれども、シュート力が高いというそんな選手になっていて、レーザーも85まで上がりました。でプレイスタイルでトリックスターのプラスを備えていたりとか、あとはテクニカル、そしてクイックステップ、まあこういうドリブル系スピード系のもついているということになってます。で今回ケミストリーサイルはハンターをつけて使っていきたいなというふうに思います。でそれでは試合に行きましょう。さあ当たりましたんで、いきます。3、マックスマン。マジで安すぎると思うねんな。ほんまに。ほんまにこれ皆さんめちゃくちゃ安いと思います。まあどれだけコスパがいいかっていうところを頑張って見せていければと思うんですけれども。でやっぱりね、決定力、シュート力は高いし、レーサーももちろん上がったんだけれども、どうしてもサイド向きの選手だと思うんで、サイドで本当ドリブル突破なんで、いやどうしよう、4231だな。4231の右で行きましょう。右で行こう。 OK。 4231の RCAM かな、 RCAM、 まあ RM みたいなもんです。ここで行きたいと思います。3マキシマ、もともと非常に金の時からドリブルは軽い選手なので、そこまで差はないと思いますが、ここです。うわ強い、メンディ。あとフィジカル面ね、フィジカルそこまで強くないと思うけど、あとはスピード、惜しいよ、いいね、大丈夫、止まってる、止まってない、あ、OK、ジノラおるやん、すごいな、スカット、わあ素晴らしい。いやー遅かったな、ちょっとやば、バペもうこれ島間には無理。あ、島間ナイス、よく追いついた。今相手めちゃくちゃスカット強いな、バケモンスカットやな、これバペジノラ、そこにフラッシュバック3マキシマ、5万で買える、いけるのか3マキシマ。あとパス面はそこまでうまくはない、かつケミストリーでも上げてはないんで、そんなにだと思います。やっぱドリブル、あ、結構こうフィジカルとかを当てられちゃうともう無理だみたいな感じになりそうだけど、この細かさがある。トリックスター、あ、PK、 今の足いってない、ボールか。ただマジで軽いです、マジドリブルがしやすい、非常に細かい選手、あとは単純なスピード。ただここでフィジカルちょっと当てられちゃうとちょっと怖いんで、でもねめちゃくちゃ細かい、なんかほんと3マキシマン帰ってきたなって感じですね。取れない島がえぐいな。でもスカット、これビニー、おぶね、ビニー、ジノラ、バペ、早いよ、早い早い、メンディ相手にどこまでやれるか。うわー惜しいよ、
今のアウトカーブが出れば決まってたんちゃう。ちょっと体勢悪かったが、いけるかなと思ったけど、やっぱアコは決定力90がちょっと出ちゃったかもしれないです。以上サンマクスマン、サンマクスマン、いやーそれ、ね、やっぱフィジカルはそこまでは強くないかなっていう感じですね。相手大工やけど、強い先輩やけど、ちょっとフィジカル面は弱いかもしれないですね。フィジカル面はどうしても当てられちゃうと、もうそう、こういうのよ、横から当たられるっていうのは多分横な、斜め後ろらへんから当たられるんやったら多分ちょっと大丈夫、細かさとかこうボディコントロールもある選手やから。ただ正面からガツンといかれたらもう結構無理みたいな。いやーボールタッチが流れた。まああとドリブル、多分ドリブルが好きな人は彼めちゃくちゃ合いますね。本当にしやすいし、ドリブルはでトリックスターとか使う人もねありやと思うんで。あ、終わったかも。ナイキー、ナイキーよ。ただ一応相手のディフェンスラインがメンディ、ブラン、ダイクとかなんで、そこに通用すれば全然現環境でもやれる選手になるんで、今のところは全然いいと思いますよね。うん。ただ、おナイス、おすり抜けた。あすり抜け力もちょっとはあるけど、まあ大体はちょっと厳しいかなって感じですよね。普通に確率的には。惜しい。サマクスも。惜しいよ。いや強い。いや早っ。ジュノラでテクニカルやめてよ。いやービニ入るか。多分こういう決定力はないですね、ビニみたいな。なんかドリブルとかもめっちゃうまいのにあんなも入んのかっていう選手ではないと思いますね。もうちょっと多分サンマキシマの場合は切り込まないといけない。うん、ナイスだ、よく通したよ。いいね、サンマキシマ。一瞬の縦突破の加速、結構でも今やっぱシュート力が高いからか、シュートスピードは速かったね。ちょっと速い気がしたよ。速いクロスとか上げちゃおう。ああでもまあまあそれなりにいいクロス、全然もうサイドアタッカーとしてはマジで結構素晴らしいし、最後のネイマーからのパスなんかもね、普通になんかそっからぐんと加速して先に触ってたし、うん、いいよいいよ、うん、いいよ。やっぱサンマキシマは楽しい選手でね、これドリブラーの人はめっちゃいいよねやっぱりね。で一応まあ右ウイングもできるんで、 RW かな、 RM はついてないけど RW ができるんで、サンマキシマ、サンマキシマ、あ、いけ、サンマキシマ、サンマキシマいいっすよ。 PK は72です、サンマキシマ、サンマキシマ素晴らしい。全然メンディとかにも通用してるよ、ブランとか。
いいね。サンマクスマン。サンマクスマン。なあ、サンマクスマン。あ、ナイス。ナイス取り返し。サンマクスマン。あー、フィジカル。ここ、多分結構ね、フィジカルでゴリッと。行かれちゃうよーっていう時は多いかもしれないですね。うん、ここも結構今 何もあんまできなかった。うわあ。いやでも全然いいよ。5万の選手とは思えんわ。5万の選手とは思えんよ。これいける？いやー、おい、サンマクスマン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 、あー、サンマクスマン、サンマクスマン、やっぱ逆足ちょっと厳しかった。今のちょっと決定力出たね。バーンズトラップ割る。あ、取って。サンマクスマン、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 惜しい。そうね、フィジカルはねちょっとね気になるかも、気になる人はいるかも。ビニがえぐいな。 OK。いやでもいいよ、うん、もうこれでもう縦いける。メンディを、メンディ追い抜け。早い早い早い、いいよ、いいね。よし、ね、でもやっぱ早いね、本当にスピード面、ドリブル面最高ですよ。頑張って、ナイス。カップ、カップが助けに、ナイス。なんかデオがめっちゃいい抜け出ししてた。あ、パスね。でもデオングの動きとちょっと合わへんかったけど。ビニがえぐい。なビニ対サンマクスマンになってるぞ。結構なんか取り返し力が高い気がする。なんかちゃんと取ってくれる気がする。 OKOK、 いいよ、ナイスナイス。これ無理か。あ、いけるのか。ここの細かさえぐい。ここの細かさがえぐい。単純に L スティックでもめちゃくちゃ細かい。この細かさえぐい。テクニカル、いや、フィジカル。お、いいね。たまにこういうのもあります。にゃー、惜しい。たまにこういうのもある。うん、マジ、いや、全然いいんやけどね。サイドアタッカーとしてのコスパがちょっと優秀すぎる気がします。いやー。あ、おあるか。サラーでこの距離はどうなん？さすがにないでしょ。うち手足提言やからね、キーパー。おお、タイムすんのか。あとはスタミナね。スタミナそんなになかったと思うねんな。83か。うん、もう結構ないもんね。ただでも、いいよ。一応、経験力87まで上がってますね。ハンターつけてるからか。全然いい。全然いい。まあ、ただ、やっぱり、決定力上がったとはいえ、ハンターで87なんで、高い方とはそんなに言えない。から、
そもそもないじゃん。うち手足提言やからね。大丈夫よね。お、ナイキ。左足でのシュートっていうのはちょっと気をつけた方がいいかもですね。そこまで入らない。ただ彼はシュートというよりドリブルです。サンマクシモン PK。 いやマジで早いわ、普通に早いわ。さっき右蹴ったね。左にしよう。左の下。サンマクシマン。サンマクシマン。サンマクシマン。いやこれ単純にドリブルというか、スキル使わへん人にとっても普通に速いし、Lスティックのドリブルもめっちゃ細かいから扱い結構しやすいよ本当に。うわメンディ、あチャンス。このドリブル、あキングがほら取り返すじゃん。踏んでこのドリブルの軽さあるからね、えぐいでしょ。もうぬる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 いっちゃってますよ。いや惜しい。そうパスはね結構通しにくいかも。今のも多分ネイマーとかやったら通ってるねんな、パスがうまかったら。まあ無難にちょいちょいつなげるよみたいな感じで思った方がいいかもしれないですね。惜しい。いいよいいよ全然。お、うん、ここ入っていく力がえぐい。あ、えぐいえぐい、うん、えぐいわ。めちゃくちゃ軽い。これサイド突破の選手としてはもう非常に素晴らしいですね。フィジカル当てられそうやなって思ったら普通にダッシュ抜いてこう L スティックのドリブルで、で時にはテクニカルで行ったらええんちゃうのっていう選手なんで、これは素晴らしいです。普通に、十分ですね。これ10万あってもいいと思う。 SBC の価格10万15万あっても全然不思議じゃないぐらい、まあ個人的には結構強くて、サイドアタッカーとしてのドリブルスピードっていうのはもちろん兼ね備えながら、まあ決定力レーサーもちょっと上がったっていう、そんな選手になるんで、中に切り込んでいってシュートとかもまあ決めてくれることあるし、ただ多分多くの人がもし何か気になるんだったらフィジカルのところかなっていう風に思いますね。結構ガツンと当たられて、なんか取られてんのにこう入れ替わるとか、そういう力っていうのはそこまではない。やっぱフィジカル強い相手だとガツンとやられちゃうっていう、そういう選手にはなるんで、まあ時にはこぼれたりするし、あの試合の中でもあった、時には相手こかしたりとかブランこかしたりとかっていうのはあるんやけど、確率的にはそこまでないかなっていう風に思うんで、多分気になる方はいるんだったらフィジカルかなっていう風に思います。ただうん、5万っていうのはめちゃくちゃ安いし、まあ24時間限定の SBC にはなるので、まあそこを把握してというか、まあこの1日の間に、うん、作るかどうか決めてもらって、まあまたその一つの参考になればこの動画がいいなというふうに思います。ぜひ気になる方は作ってみてほしいなと思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。